自動車事故も、自動車対自動車の対面事故がアメリカ並みに増えている。そのために安全な自動車の開発が大きな課題となった。テスト場では毎日角度を変え、スピードを変えて過酷なテストが繰り返される。人間の代わりに使われるダミーには、ショックを測定するため計測器が取り付けられ、ダミーの必要な部分には色分けした塗料が塗られる。こうして追突時の鞭打ちを防ぐヘッドレストや高スピードの衝突から体を守るシートベルトの開発が行われてきた。